こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介は、ペンテルのスマッシュ、ツタヤ限定カラーの第3弾の紹介になります。では、行ってみましょう。で、こちらの商品なんですけれど、定価が1000円プラス税と、まあ、ツタヤさんの限定カラーに関しては全て今まで1000円ということで、なかなか良心的じゃないかなっていうふうには思います。で、こちらの商品なんですけれど、ロペリオンさんが動画で紹介していたのを見て、僕ちょっと発売してるのは知らなかったんで、動画見て、売ってるなっていうことで、蔦屋書店ですか。蔦屋書店を探して、また購入した商品になります。で、なんで第3弾かと言いますと、前回ね、蔦屋さんに関しては、この、第1弾、ブルー、青軸、赤軸というのが2018年かな。発売されて、その後に2019年とこのホワイト軸と、ちょっとやったかな。白軸と水色軸に赤プリントっていう形のものが出て、で、その後今回これが第3弾になります。と以前ご紹介させてもらったんですけれど、漢字の蔦屋書店の方は、実はこんな感じで第1弾があって、ホワイト軸とバイオレット軸。このブリスターケースに入ってないタイプの商品です。で、こっちはもう第2弾が、このグリーン軸とスカイブルー軸。ということで、今回は、漢字じゃない方の、アルファベットの方の蔦屋限定カラーということになりますね。ケースに入ってて、まあ、こちらも当然、ツタヤリミテッド。実はね、これ前回のケースなんですけど、これにはまだ、ツタヤリミテッドっていう文字が入ってなかったんですよ。ただ、まあ、商品品番とか見ると、ちょっと特殊な品番なんで、まあ、これはこの流れじゃないかなというふうに思いますね。じゃあ、ちょっと開けていってみましょうか。こちら、ピュアホワイト軸なんです。パッケージもなんかデザインが整いましたね。ちょっと、スモッキーな感じで、また、あれ。ものすごくのスモーキーカラーの影響かなと思ったりはしていますね。ちょっと、中開けてみましょうか。はい、ということで、まずこの白からいってみましょうか。こちら、ピュアホワイト軸になります。白い軸になんとまさかの今回、この白プリントということで、これぐらい暗くして見えるよ。見えるかな。こんな感じですね。白プリント。白地に白。まあ結構それでもはっきり見えますね。で、ラバー部分が透明パーツを使って、で、シルブ、持ち手、グリップ部分とクリップがシルバーのパーツ。それからこのラバーに、透明使ってますね。これはなかなかかっこいいんじゃないかなっていうふうに思います。こちらがピュアホワイト軸になります。そしてこちらがサックスブルー軸です。これもちょっと今までなかった色ですね。なかなかいいんじゃないですかね。こちらも、グリップ部分とクリップがシルバー。とかノックパーツはグレー。で、このラバーのとこがまた透明で、ボディがちょっと透けて見えるという形に、まあちょっと薄いサックスブルーなんですけど、これも白プリントと。これなかなかかっこいいですね。なかなかやるんちゃうかなっていうふうに思います。で、こちらがベビーピンク軸になります。こちらもね、薄めのピンク、今までいないカラーの薄めのピンクで、まあ、グリップ、クリップがシルバー。これもピカピカでかっこいいですよね。で、ラバーも半透明のパーツを使ってるという形になっています。まあ、これちょっとね、皆さんももしかしたらどっかで見たことあるかもしれないっていうのが、多分こちら、東急ハンズの限定カラーですよね。パステルピンク軸。まあ、この辺ちょっと近いかな。軸はでもちょっと色違いますね。うん。半透明感とかもちょっとよく似てるんですけど、ボディのプリントが東急ハンズさんはシルバー。
で、伝え限定は白っていう形で、なかなかかっこいいんじゃないですかね。このサックスブルーも、こんな感じで、ちょっと今までにないカラー、ちょっと薄めの、まあこの流れですよね。のカラーリングになっています。まあそれにしてもこれちょっと白プリントに選んだところがなかなかかっこいいですよね。確かに若干ちょっと似てるかなって一瞬思ったんですけど、まあピンクの色もね、なかなかちょっとサーモンピンクっぽい色が出てて、なかなか僕らが思ったよりも、なかなか綺麗なカラーが出てますね。今回のはなかなか綺麗じゃないですかね。しかも今回のこのパッケージもね、ちょっと可愛いですよね。このグラデーションの入ったタッチ&デザインに、まあブレない安心感とか、まあスモーキー系の色が流行った感じを、まあそのまま流れを組んでるような感じがしますね。まあ全体的にこれもね、あのスモーキーカラーと言ってもいいんじゃないかなっていうふうには思います。これなんかほんまちょっとなかなかいいなというふうにちょっと思います。でちょっと発売時期は不明なんですけど、まだネットとかでも取り扱いがないので、最近じゃないかな、10月の頭発売かななんて思ったりもしてるんですけど、まあどなたかがまたブログとか上げたらまたちょっとチェックしてみようかなとは思っています。でさらに今回ね、蔦屋書店さんに行ったんですけど、こんな感じのちょっとかっこいいパッケージ、お紙袋、紙袋じゃないですね、ケースに入れてくれたんですけど、これ漢字蔦屋さんですよね。まあでも漢字蔦屋さんのに、まあこの蔦屋限定商品が置いてあったということで、まあ今回はちょっと僕の中ではこちらの第3弾になる、蔦屋、アルファベットの蔦屋限定カラーになります。まあということで、また限定品以外にもいろんな商品紹介していきたいなと思っていますので、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。以上、ご視聴ありがとうございました。